どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ、インボーク。前回ですね、義足10造を確定枠まで、1周回しまして、見事3体出てですね、熟練度が 40% になったんですけど、まあ、今回もう1周回して、まあ、最低でも1体手に入るんで、60% にして、まあ、残りの分はね、促進剤で、40% 上げて 100% にしようかと思います。というのもですね、まあ、誕生日前なんだけど、なんでこいつ上げたいかっていうと、まあ、単にこいつがちょっと、お気に入りの、お気に入りのキャラになってしまったということですね。まあ、誕生日、まあ、一応引くんですけど、誕生日キャラが、まあ、まだ、わかんないじゃないですか。もう、イラストも性能もわかんないっていう状況で、まあ、性能面でまず 見るとしよう。まあ、あんま性能面で語るのは、好きじゃないんだけど、誕生日から、キャラが、このゲーム必ずしも強いってわけではないんですよ。まあ、金木と有馬なんで、どうなるかは、まあ、強い方に寄せてくるとは思うんだけど、必ずしも強いとは限らない。あと、攻撃にエフェクトがかからない、誕生日キャラは。っていうのが、すごい、こう、俺の中で心の中で引っかかって、このゲーム、フェスとスペシャルガシャで排出されるキャラクター、限定で排出されるキャラクターには、エフェクトがつくじゃないですか。すげえかっけえ。もう熟練度 100% までしたら、もうめちゃくちゃかっこいいんですよ。グールは、赤いさ、こう波動みたいなのがさ、なんかソニックウェーブみたいなのが、シュイーン、スパーン、スパーンみたいなの出るけど、捜査官の方は、青いさ、なんて言うんだろう、青い、飛び散るじゃん。ジュビシュ、ビシュ。なんか、もう小学生が言うような、デュクシュ、デュクシュみたいな、わかるでしょ、言いたいこと。あれが好きなのよ。あれ、全員熟練で 100% にして、こうガーって連打したときに、もうなんかもうよくわかんねえエフェクトがもうなるのが気持ちいいじゃん、このゲーム。だから、今回、この鈴や銃像、義足銃像をですね、100% にしたいと思います。前回みたいに、3体出てくれれば、もう俺はもう言うことないっす。はい。まあまあまあ、ステップ1で、前回ね、2体出たのは、本当に、運が良すぎる。うん。マジで今年1の引きをしたわ、ステップ1は。OKOKOK。まあ、RC ポイントの肥やしにでもなってくれ。うん、毎月促進剤20個っていうのも、結構、あれだね。もう、なんか40個ぐらい増やしてくんないかな。OK, SR。SR じゃない。SSR。さあ、ここで。頼むぜ。一体引いて、なんかもう、促進剤節約したし、考えてね。さあ、捜査官これは黒岩やめてね。フラグかなるほど。間違いではない。間違いではないぞ。重蔵。間違いではないね。さあ、ステップ3行きましょう。まあ今回の鈴矢は本当に 0.4 倍のデバフが強力すぎるんで、まあ HP が低めで武器耐久9だったのか、武器耐久値、まあ、特攻かかってると思う。武器耐久値上がるのかな、わかんないけど、まあ耐久が低いといえど、お、いいぞ、捜査官2枚ということ、どっちか来るんじゃないか。おい、来いよ。よし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 いいね、これで2体は確定だよ、とりあえず。さあ、ここで鈴矢吹けば終わりだぞ。なるほど。このアモンさん、すごい久しぶり見た、俺。さあ、ステップ4行きましょう。いいね。促進剤の節約になるし、これで、促進剤を節約しておけば、誕生日、まあ、金木か有馬、1体引くだけでね、あとは促進剤でどっちかあげれるんで、去年ね、有馬引けてないんだよ。ただ、誕生日怖いのが、去年のやつを混ぜてきたら、マジで、やばいぞ。本当に。それはもうね、みんなね、一応心の片隅に置いといた方がいい。去年のやつを混ぜてくるかもしれない。さあ、カモン？なんか操作管理率高えな。よし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 。ですね。次、ステップ5で、重造一体、義足重造一体確定なんで、これで 100% になります。はい。マジで神引きやわ。ほんまに。なんか俺、この重造と多分、共鳴してんだ。
かなりお気に入り、もうイラストがマジでなんか、うん、なんて言うんだろう、まあ、インボケのキャラの中で一番好きかもしれん、これ。おい、マジ、これやめろよ。お、止まって、これ、まさか。おい、見たくねえぞ。最後の最後で、もう神引き超えるぞ、これ来たら、ほんとに。え、やばくない？ねえ、ちょっと待って、これ伝説だわ、マジで。やばすぎる。低評価不可避だわ。ごめん、マジで、本当に。6体だわ。え、違う、6体。あ、7体だわ、計。前回から合わせると。120% 熟練度は、熟練度の上限解放してくれよ、頼むから、マジでよ。俺、ムカデだって大事に置いてさ、あれ、いずれ、フェス限熟練度上げなくても、いけるぜみたいな動画撮ろうと思って、ムカデもさ、レベル上げて、武器レベル上げただけで熟練度上げてないもん、なんかもう一体作ったからね、俺。というわけでですね、前回の神引き動画のそのまた上を行く神引きをしてしまったという、動画でした。ではですね、今回の鈴は本当に非常に強いと思うし、イラストも最高なので、皆さん、金木有馬、待ってる方もいるかもしれないんですけども、気が向いたらね、引いてみてはいかがでしょうか。というわけで、お疲れ様でした。またですね、次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストが届いております。では、どうぞ。